ではお願いします。はい、こんにちは、渡辺と言います。よろしくお願いします。じゃあ、昨日の OSC からですね、ずっとベースの話をしてまして、ま、今日もベースの話をやらせていただこうと思っております。で、マクロで記述する、ま、ベースのあれこれということで書いてるんですけども、この中でベースをすでにもう使われたことがある方っていらっしゃいますか？じゃあちょっとですね、すごい肩身の狭いというかですね、ユーザー数の非常に少ないソフトで、まあ、昨日の話によると、まあ、マスベースみたいな、ね、それぐらいのユーザー数じゃないかなと思われる非常にマイナーなベースデータベースなんですけど、それについて語りたいと思います。で、まあ、こんなことを話そうかなと思ってます。で、私はですね、福岡の出身で、ある団体の工事のメイン担当をやってまして、それで、まあ、このチームに入らないかということで入ってます。で、いつものことなんですけど、プライベート参加なんでですね、団体とは一切関係がございませんので、言いたい放題言わせていただきます。で、まあ、これなんですけども、まあまあ、ベースのユーザーとアクセスのユーザーが似通っているということでですね、まあ、今回のお話はここにも書いてますけども、まあ、アクセスを使っててコンバートをベースでやってみたけど挫折したっていう過去を持つユーザー向けということで、ちょっと寂しい感じがしますけどね。で、ベースでですね、マクロを使うんですけども、それで、まあ、せめてこんぐらいできとかないとアクセスとは張り合えんよねっていうようなところをある程度調べましたんで、そのことを言ってみたいと思います。あくまで個人的な判断で選んでますので、もっといろいろできるよねって言われる方は教えていただけるとすごい助かります。で、ちなみにバージョン 6.1.3 での Windows 版の64で動いた内容をお話しします。で、ちなみにこれ昨日分かったんですけど、 6.13 のベースでレポートにですね、レポートフッターのところにページとかを入れてると、リブロース自体が落ちます。これは多分間違いなくバグなので、これはちょっと何とかしてほしいな。ベースってどうなのって、どうなのってマイナーですよね。もうどうもこうもなくマイナーであるけども、ベースに関してはとにかくもう情報がなさすぎと、上がってないんですよ、ものすごく。で、何ができて何ができないのか全然わからないという現状ですね。これ絶対数なんていうか、ベースのユーザー数がもう今見ても多くで1名という、だいたい20人いらっしゃると1名ないかなぐらいので、アクセスのユーザーっていうのがそもそも MS のアクセスっていうのが、もうご存知のように皆さん別売りになってるからですね、アクセス自体はすでに触れない人間が多い、その人たちがだいたいベースやろうかなと思うから、アクセスが少ないから総じてベースも少なくなるっていう、こう足引っ張り合いみたいな感じになるんですね。で、ユーザーが少ないから情報も少ない、少ない尽くしね。で、ベースをやるときに求められている情報は一体何かというと、アクセスと同じことをいかにしてやるか、これをもう多分これをまず求めてくると思うんですよ。 Excel、Word、ライターのは Word を目指してて、軽くは Excel を目指してて、ベースはアクセスを目指してないじゃない目指してないじゃない、目指してない、ね、でそこもみんなちょっと引っかかってる。でもやりたいわけです、ね、ここが分かってないと、なんで一生懸命
取り組んでるのかっていうのが分かっていただけない。でそもそもアクセスの構成と比べると、アクセスってもうアクセス自体でこう固まってるじゃないですか。やることがレポートにしろフォームにしろテーブルにしろこうがっちり組んでる感じ。でもベースってもうご存知と思いますけど、まあ、レポートとフォームについてはライターでやってるし、クエリについてもなんかファイアバードとちょっとこうつながってみたりとかつながらなかったりとかいうのをやってるので、ちょっとなんかこうアクセスに比べるとがっちり感が少ない感じなんですね。だからやれることとかやれないことがアクセスではやれるんだけどベースでやれないっていうのがよくあって、それがもうこうモヤモヤするポイントになる。で、とりあえず自分で一生懸命ネットとかを調べたり、ああだこうだああだこうだやってきてできたのはこれだけできました。フォームを自動でファイルを開けばフォームが開くよ。あとフォームとレポートをオープンする。もうこんな基本的なところの情報がないんですよ。でレコードを移動する、当たり前の普通に書けますよね。普通VBA とかだったら、それが分からなかったんです。新規のレコード画面を表示する、まあ、ある程度フォームを開いたらニューレコードにピッてこう遷移する、当たり前のことなんです。できて当たり前でも分からなかったんです。で移動ボタンを押すと特定のコントロールにフォーカスがピッて移る、できて当たり前で、この6番でかなり苦労したんですけど、フォームの値をクエリーに食わせるっていうか、パラメーターとして渡して表示するって、これアクセスでも当たり前にできるんですよ。簡単に書けるんですけど、やり方が分かんなくてちょっとこうつまずいてたんですね。あとここ7番8番、これ誰かコードを作ってほしいんですけど、テーブルのインポート、 CSV なりカルクのデータなりをテーブルにピッてインポートすることを一生懸命やって、なんとなくできてるんですけど、なんかこうすっきりモヤモヤしてるので、この7番8番エクスポートにしてもそうですけど、この辺ですね、この789はすっきりしたコードが書ける人は書いてほしい。で、まあ、動作を見てみましょうということで、今まで言ってたこの1から6までを開いてみます。マクロを実行するとこういういつもの画面が開きますよね。そしてこれが自動的に開きますということになります。そしてまあ、こういう売上の計上日とかも入れたり、氏名を選んだりとかいうふうにできるようになってて、この辺ですね、最後のレコードに移ります。これでも このボタンって実はこれマクロ全然使ってなくてですね、これボタンのアクションっていう設定でも全部これ設定してくれるんですよ。自動設定みたいな。できるので、例えばこの新しいレコードに移ります。これマクロ使ってた。というかデータ消しますよ。これもマクロ使ってた。で、こういったこう普通にアクセスじゃ当たり前にできることが、なんかすごい苦労しなきゃできないっていうところが、こうみんなベースでモヤモヤしているところなんです。だからこれをすごい簡単にできるようになれば、もっとこうユーザーも増えるし、どうしてもこうアクセスにみんななんかこう反感を持ってるんですよね。モヤモヤしているので、なんで別売りなのよとかいうところで引っかかってる人たちが取り組んでもらえるんじゃなかろうかということに考えてます。あとここら辺なんだろうって話になるんですけど、これ分かります？
これアクセスとかでは、例えばこれ、これって今人しか選べてないじゃないですか。でもこれアクセスとかの設定だと、この頭に番号を振ることができるんですよ。2列を表示できるんですよ。1番と名前みたいな。で表示しといて選ぶと、ここに1って入るんです。名前を選ぶ、1と名前を選ぶんだけど数字が入るのができるんです。でこれをで、ここに1と名前が出てほしい。でこうやるとレコードマクロで、これもマクロを組まなきゃいけないんですけど、で名前が出るみたいな。これは何でやるかっていうと、あのタブキーを入れながらキーボードで番号しか入力していかない、で入力を繰り返す時があるんですよね、タブキーだけで。その時にいち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 こう選ぶのがめんどくさいんです。だから入力を頼む時には全部もう数字だけ、キーボードだけの数値だけでやっていきたいときに、この番号が出たときに、あ、3番って入力して、あ、桂五五郎なんだよねってっていうのは出てもらえないと非常に困る。あのこれも後藤正二郎とか選んでますけど、実際にレコードに反映されてるのは番号だけなんですよ。名前は反映されないんですけど、アクセスで組みたいのはこういうことをよくやるので、これをなんとかすんなりいきたいなと。あとこれはもうお分かりですよね。05を選ぶとこれしか選べなくなって、絞り込みですね。07を選ぶと絞り込め、これもいち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 マクロを使ってデータソースっていうところに SQL をわざわざ発行して書き換えて入れるっていう作業を七面倒くさくしないといけないんですけど、アクセスはすんなりできるんですよ。だからそれが面倒くさいので、できないことはないけど面倒くさくて、多分10人中8人ぐらいここでやめるんじゃないかというふうに思ってます。あとは先ほどクエリーの話が出てきたんですけど、パラメータクエリーというやつですね。いわゆるアクセスでいうところの、でここの日付を変えたら、このビトウィン命令の更新を します、いうただこれだけなんですけども、このビトウィン命令のこの条件、ここのところにアクセスだったらフォームのどこどこのテキストボックスからどこどこのテキストボックスのビトウィンをつなぎで入れると、すんなりもうそれだけでこのクエリーが使えるんですよ。でもこれって一回一回コードを書き換えなきゃいけないんですよ。例えばビトウィン命令のやつだと、これでビトウィン命令を今ただ書き換えたやつなんですけど、こんなにややこしい。このフォームも2つ名前があってですね、それはまだ後で言いますね。それもややこしいんですけど、これがいわゆるさっきの日付が入ったテキストボックスの値をここのところのパラメータで持たせてるんですけど、
ここに反映させて、そしてクエリーの値としてこのクエリーを上書きしなさいって言ってクエリーを更新してるんです。で書き換えてるんですよ。一回一回書き換えるんです。それしか今のところ僕できてないんです。めんどくさっていう。だからここはもうアクセスだと、もうこのパラメータのさっきのパラメータのところで設定ができる。ここにここのこの日付のところをフォームのどこどこのテキストどこどこのテキストって入れるだけで、ビトビメエリアは変わらないんですけど、それだけでもう済んじゃうんですよ。あとそれが非常に面倒くさくてしょうがなくて嫌だな。あとこの like and dash のところですよね。例えばって入れたときに、ここに like 10のデータを引っ張り出しなさいみたいなことは、ここもいち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 書き換えてるんです。それは嫌だな。これができなきゃ、例えばレポートとかを、まあ、データエクスポートするときもそうなんですけど、何回も何回も書き換えて出力書き換えて出力っていうのを繰り返していかなきゃいけないので、非常に面倒くさいし非常に遅い。今まで嫌だなということを言って、何か書き換えていただける人は何とかして、非常に他人に丸投げな感じなんですけど、私ができるのはこの辺までのふうになってます。で、さあここからが今日のメインですよ。ここからが勝負ですよ。インポートとエクスポートってありますよね。Excel のファイルなり、カルクのファイルとかをデータベースのテーブルにインポートする。インポートするっていうのを目を皿のようにしてネットを探して、絶対命令があるはずと思ったんですけど、私にはアクセスのようなインポートとかエクスポートの命令は探せませんでした。で、インポートはできないのか、マクロでインポートとかエクスポートはできないのかというのを必死に探して、今こちら今日来られてないですけど、小郡に住んでる堀さんっていらっしゃるんですけど、その人と悔しいよねみたいな話になって、なんとか作ってやるって話になって、インポートのデータを作ったんです。インポートするコード、これがですね、笑っちゃいます。これデータベースで今度からのオートナンバーが使えるからですね、非常に便利にはなってるんですけど、ちょっと座らせてもらいますね。はい、ここですね。ここがですね、カルクからテーブルにインサートしますっていうのをちょっとパラメータにしてモジュールを書いてるんですけど、ここからちなみにアクセスの VBA だと、カルクのテーブル、まあ、Excel のテーブルからアクセスのテーブルに入れます。1行で書けます、ね、そこのところでさ書きますよ。ここからスタートして、でまだですか、ドバー
で、ここまで。これは挫折するやろっていう話なんです。で、これでどんなことをやってるかっていうと、まず、まあ、テーブルを選択しますよね。このテーブルに入れますよっていうので、ベースのテーブルを選択しまして、で、選択と同時の裏で軽くを非表示で立ち上げる。非表示モードで立ち上げて、そこからデータをせこせこループすると。細くな手を使って、この辺ずっと書いて、ここに貼りますよね、このヒドゥン命令。これこいつで軽くを非表示で開くっていうのができるんですよ。これでバックヤードで軽くを開いて、そこにある軽くのデータをもうせかせかループで読みまくるっていうのをやってるんです。ちなみに 6.0 だとこれが動きません。ここがバグになってたので、この非表示命令で軽くが起きなかったんです。 6.1 からはちゃんと動く。これができないと元も子もないという子たちになった。そしてつらつらつらっと面倒くさい縦読み横読みのこうループのくるくるくるをやって、最終的にレコード入れますよという話になるんですよね。だから何とか探してもらえないかということで、技術のある方はそういったコマンド命令を作ってもらえないかというのをお願いしたいなと思っております。で、エクスポートも同じですね。エクスポートはベースからテキストに吐くのと、ベースからタブに吐くのと、ベースから軽くに吐くのという風になってまして、例えばタブに吐きますと、で、大体似たような感じなんですけど、まあ、ここで開業ありとか開業なしとか選べるようにはしてるんですが、ですね、結構テキストの場合は出力する程度、ここで文字コードを選んで、このアウトプットストリーム命令というのでポンと吐けるので、とっても助かりました。こういったのでアウトプットストリームカルクかなんか作ってもらって、カルクにポンと吐けるようなのを作ってもらえるとちょっといいんじゃないかなと思ってます。今までのところで何か質問がありますやりたい、いい感じですかね。で、じゃあマクロでインポートとエクスポートとかをやるじゃなくて、手でもできるのかというふうに話になるんですよね。で、正直言って
何百件ぐらいのデータだったら手でやった方が早いんです、ね、でそれを昨日ちょっと OSG ともお話をしてたんですけども、手でやれないかと言うとやれます、やれます。知りたいですか？手でやる場合はですね、そうシーケンスもあるんだ、シーケンスの話をしましょう。テーブルが、6.1 からがこのところをですね、オートナンバー型っていうのをアクセスとかでは普通にあるオートナンバーが選べるようになってます。で実際できるようになりました。でちょっと昔前でできなかったんですよ。オートナンバー型っていうのが設定そのものはあったんですけど、それが有効になってなかったんです。それは今度できるようになりましたんで、こういったややこしいことはしなくていいんですけども、一応このシーケンスっていうのを使うと、シーケンスっていうのを作ったりしていくと、データをオートナンバーみたいな形でこう振っていくことが可能でした。今はもうただオートナンバー選ぶだけで聞いて入るようになりましたのでいいんですけども、まあ、これの情報も知りたい方は後で私にお尋ねください。さっきの手作業の話でしたよね。ちなみにですね、セレクト文以外のSQL を流すとこういうふうなエラーメッセージが出るんです。これ何かっていうと、ただのデリート文なんですけど、ただのデリート文を流すとなぜかエラーメッセージが出るんですけど、ちゃんと消えてる。じゃあデータを入れますよということになって。例えばデータ B にこのデータを入れようとします。でもデータ B っていうのを見てもらうと、ここですね、オートナンバーの設定が自動入力値がハイになっているので、これオートナンバーが有効になっています。でここにデータをぶち込みたいという時には、データをこれが実はコピペができるようになっておりました。そしたらカラム名として1行目を使いますよって言って、でこれが元のデータですね。でターゲットのテーブルにオート ID とこの ID が対比してここに入れるんだろうって聞いてくるの で、ここはオートナンバーだから入れちゃダメよってちょっと外して入れるだけ。それも入ります。じゃあ貼れるんなら出せるんだろうというふうに思うじゃないですか。で
これをコピーして貼るとどうなるんですか。どうなりますかね。いつものパターンです。化けるんです。あ、化けちゃうんですよ。なんとかならんのかいってなると、こうやると化けない。おこれって何なのよってふうになるんですけど、まあバグですね普通に。でまあとりあえず逃げれるかなってなってるので、あの、まあ、手でやるときはですね、入れるときはコピペでいいんですけど、出すときをコピペでやると日本語がバケバケになるので、そこのところはご注意ください。ここまでよろしいですかね。いい感じですね。はい、じゃあこれで、あなたもベース使いということでですね、もうベースのマクロって使ってみたことあるよって言ってもらっていいでしょうか。で、何か質問ありますか、日本語で。ここまでよろしいですか。はい、はい、では以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。